はい、カバーチェクロカッパン長です。じゃあ今度はね、この菅総理に対する、まあさっきはね、この前の動画では海外勢からの、まあ、批判、コメントでしたよね。今度は日本国内のこのマスコミ界隈、テレビや界隈、ね、芸能とか、芸能ですかね。まあちょっとね、順番に見ていきましょうかね。じゃあ、誰から晒していこうか。まあ、菅首相のこの任期満了に、じゃあまずこれあれかな、マスコミ、毎日の報道からいきましょうか。まあなんか飲食店経営者が見当違いすぎるこの批判を繰り返して、突っ込み殺到っていうなんかそういう案件から見ていこうかな。まあだから日本のマスコミとしてはこのね飲食店経営者ね、この人を使ってね、菅総理とんでもないとね、責任も取らずに逃げるなよみたいなことを言ってるってわけですよね。どうしようもねえな本当。新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出されている真っ只中で、菅首相が自民党総裁選、出馬しない意向を表明した。酒提供などの自粛要請に繰り返して応じてきた飲食店業者からは無責任だなどと厳しい声が上がっていると。何がどう無責任って言ってるのかな。コロナ対策にサジを投げたのかとね、投げてねえし。東京新橋の焼き鳥店、山科っていうところの店長さん、まあ、山科正彦さんっていう方が菅首相の不出馬をニュースで知ってため息をついたって言ってるんですけど、本当かなこれ。毎日が言ってるだけですからね、所詮ね。でまあこのあとはまあなんかああでもないこうでもないこの山下さんがね、なんかぼやいてる様をこう綴ってるんですけどね、毎日はね、うん、任期満了だけどね、まあガースに続けてほしいってことなんですかね。うん、まあだって任期満了ですからね、それに伴うね、なんだろう、その次は考えていませんとね、ここで終わりにさせていただくつもりですっていう意思表示をしたわけでしょ。うん、まあなんだろう、まあ要は、まあ、ピッチャーでいう中継ぎみたいな感じですかね。だからまあ延々そのピッチャーの役目終わらないですけども、まあ中継ぎだっていう考えから、まあ、そういう見方からしてもね、お疲れ様でした以外にないと思いますけどもね。うん、飲食店経営者の方々、なんか飲食店ね、飲食店ね、だからもうこのなんか外食とか飲食店業界はなんかもういかにもなんかこう菅首相にね、こうなんかこう幻滅したとかね、批判的なね、業界全体がなんかそんな風なみたいな書かれ方してますけどね。本当かね。うん、じゃあ今度は芸能人行きましょうか。ね。菅首相任期満了に、これまたラサール石井さんですか。この人、ん?この人今何やってんの?芸人さん?肩書きとしては芸能人、芸人さんなのかな?まあ、まあこの人はまあそうだろうなっていう感じですけども。まあタレントのラサール石井さんが自身のツイッターを更新して、菅首相が総裁選に立候補しない意向を固めたことに驚いたと。菅さん総理辞めるってよって言ってる場合じゃないと映画化もされた人気の青春小説のタイトルをもじって投稿。何これ?こち亀じゃねえよな。続いてさすがに声を出して驚いたと感想を述べて、安倍さんから2代続けての政権放り出しだ、あれ荒野のような今の日本をどうしてくれるんだ、国民置き去りの内部抗争と非難したそうです。もう完全に立民のあの人たちなんかと言ってること一緒ですね。さらにいや、後が誰でも同じことでしょう。あの人たちがいる限りこれでもあんたらまだ自民党を支持するのかと持論を展開。まあなんか、この人的にはなんかこの野党、ね、立民のなんかスポークスマン気取りかなんかですか、これは。いや、自民党を支持しますけどもね。うん。で、辞めなかったら辞めなかったで、権力の座にしがみつく、ね、無能呼ばわりとかするんでしょ、どうせ。うん。結局、どっちにしろね、この反日勢って文句しか言わないんですよね。うん。政治屋だろうが、テレビ屋だろうが。変わんねえ、変わんねえ。うん。じゃあ、今度、フジテレビ、ね、バイキングモア、と、来れば、坂上忍さんか。フジテレビ政治部が、あれ何政治部なの、ドヤ顔で語った、まあ、菅総理のこの退陣、ね、の裏事情みたいなことを語り出して、それが即座にね、間違いだと判明してね、赤っ端っていう、そういうお話かな。またなんかつまんねえ嘘ついたってことこれ。
フジテレビ系バイキングモアが3日、菅首相がこの日の自民党役員会で総裁選に出馬しないことを表明、役員人事もしないと明言したと速報。でフジテレビ政治部、誰これ鹿島豪進さんで合ってるのかな、まあ、彼が何度も総理官邸に足を運んでいた小泉進次郎さん、実は総裁選に出ない方がいいんではないかと時間をかけて説得していたということらしいです。ここはねガセネタってことらしいんですよ。で、その説明に対してこの MC の坂上忍さんがはぁと驚きを隠せなかったと急転直下の首相の決断を促したのは小泉進次郎環境大臣だって言ってるんですよね、このあの豪進さんがね。昨日も小泉進次郎さんは総理官邸に何度も足を運んで長時間お話をしていた。実は先ほど小泉さんの周辺の方にお話を聞いたところ、まあ、関係者がみたいなことを言ってるのかな、総裁選に出ない方がいいんじゃないかと時間をかけて説得してた。え、つまりなんかこの豪進さんが言うにはね、菅総理がねこの総裁選に出馬しないことを決めたのは小泉大臣がね説得したからだってことを言ってるんですよね。で、まあそれを聞いた坂上さんがまたはぁと固まったそうです。すごいね、もう超セクシー効果だったんじゃん。じゃあなんで小泉大臣なんですかね。いや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 大丈夫、完全に妄想じゃんこれだって総理全力で支えるみたいな、ね、会見直後は男泣きまで言われてた人ですよじゃああれは何、やっぱりこう見え見えの下手な小芝居だったのかないやーなんか今回の一連の動きで一番の笑いどころじゃないですかこれさすがバイキング何やってくれてんですかね本当。停波停波停波だよ。でね、実はね、この菅総理のこの今回のこのね、まあ辞任の意向の表明をものすごーく心の底から喜んでる人たちがまあありまして、まあ一人二人じゃないんですけどもね、学術会議なんですよね。まあ嬉しそうになんかこうコメント発表しちゃうわけですわ。もうここは完全に解体ね。で、関わったね、このなんか所属していた全員じゃないと思いますけど、まあほぼほぼね、この日本のね、何かしらをこうね、この既存してね、他国に、なんかこうね、ありとあらゆる日本を配りまくった奴らはさ、ね、もう全員とっ捕まえてぶち込んで始末しないとダメですよね。学術会議を解散させるだけじゃ終わらないですよ。こっからですからね。だからきっかけを作ってくれた、まあ、菅総理。ね、まあ、彼らにしてみれば、まあ、やっぱりね、恨むわけですよね。で、ね、まあ、続投はなし、ざまみたいな感じで盛り上がってんだって。本当もうまさにここもなんかもう福間殿というか人外の下道の巣窟ですよね。菅政権、学術軽視でコロナ対策に失敗したって笑ってるわけですよ。に任命拒否された学者たちですね。菅首相が昨年9月の就任直後、日本学術会議から推薦された会員候補者6人の任命を拒否する前代未聞の判断を下したって毎日がまた言ってるわけですよね。毎日が言ってるんですよ。排除された当事者は、任命拒否に象徴される学術軽視の姿勢が新型コロナ対策の失敗を招き退陣に追い込まれたと冷ややかに見ているそうで、へー、もっと売れなんかもう売れションでも垂れ流しっぱなんじゃないの本当は。学術会議の、梶田会長らは、日本学術会議法に基づき、推薦通り任命するよう再三にわたって求めてきたと。しかし、菅首相は人事であることを理由に、総合的、俯瞰的にのと述べるだけで、拒否した理由さえ明確に説明しないまま1年近くが経過したと。で、まあ、6人のうちの1人、岡田早稲田大学教授は退陣について、官房長官時代から人事で行政組織をコントロールしてきたが、コロナ禍で国民への説明がうまくできず、国民も政治家もついてこなくなった。忖度させて従わせる組織統制のやり方が限界に来てるということを示したと分析。学術に対しても人事の恐怖政治で従わせようとしたのだろうが、コロナ対策では専門家の協力を得て英知を集めないといけなかった。学術会議に英知なんかあったっけ聞いたことないな。菅首相の手法は危機にそぐわないやり方だったと批判した。じゃあ誰だったらよかったんですかね。あれ、もしかして枝野内閣とか言い出したつもりかな。
で、まあ他にもね、なんか同じように任命拒否されたなんか松宮さんとかね、この人確か立命館の教授の人でしたっけ。まあ似たようなね、なんか菅様連呼してるだけなんで、ほんと学術会議はもう1分1秒でも早く解体ね。で、もうこのね、任命拒否された人間なんてもうドイツもこいつも全員とっ捕まえてぶち込んでね、始末つけないといけないですよね。改めてなんかそういう、なんかあろう、そういう対象だったとね。そこと、まあ、要は戦う、ね、なんか戦いを始めてくれた菅総理だったっていう、そういう確認でいいですか？了解でーす。さっさと始末しないといけないですね。ここなんかもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。